公開中国漁船転覆事件は2010年12月に大韓民国西方沖の公海で発生した事件である。中華人民共和国の漁船が韓国の取締り船から逃走するために意図的に衝突した直後に転覆し犠牲者が出た。中国漁船に体当たりされた韓国海警察の3000トン級。 警備艇韓国西岸の海域は工業場であり、韓国の排他的経済水域であった。しかし、韓国の EEZ 内において、中国漁船による違法操業が後を絶たなかった。そのため、韓国海洋警察は取り締まりを強化していた。それに対し中国漁船の中にはダホと、それに伴う罰金を逃れるために、暴力的な行動を行う者もおり、2008年には、 警察官を殺害したり、2010年11月にも、チェジュ島の沖合で、中国漁船を取り締まっていた海洋警察官6人が、中国人に棒で殴られるなどして負傷し、漁船が逃走に成功する事件があった。2010年12月18日、韓国中西部沿岸にあるオチンタオの北西、約200キロ沖で、中国漁船約50隻が違法操業していた。 韓国側によると、この海域の中間両国の EEZ は重なっており完全に確定されていないものの、現場海域は漁業協定などにより、両国政府によって韓国側であると合意済みであったという。この海域を管轄する軍産海洋警察署は、取締りのために警察官4人が小型ボートを使い、中国漁船に乗り移ろうとした。だが、 漁船の乗組員は鉄パイプや梱包、スコップといった凶器で暴行した。4人全員は骨折も含む重軽傷を負った。さらに漁船は逃走するために韓国海洋警察の警備艇に体当たりした。しかし、質量差が歴然としていたためか2度目の体当たりの後に転覆した。同船の乗員10人のうち4人は韓国警備官が 5人は近くにいた別の中国漁船がそれぞれ救助したが、韓国側が救助した4人のうち1人は死亡した。残る1人は行方不明になった。韓国政府は同じ中国漁船が尖閣諸島沖で引き起こした同様な事件があるため、中間関係全体に悪影響を与えない方向で処理する方針であるという。また在韓中国大使館に遺憾の意を伝えた。 中国政府は韓国に対して賠償を要求している。中国漁船が韓国警備艇に衝突して転覆、死者や不明者も2010年12月19日配信。韓国間に体当たり中国漁船員5人所在不明捜査に影響を朝日ドットコム2010年12月19日配信中国、韓国側に損害賠償請求公開の漁船衝突事故朝日。 新聞2010年12月21日、ありがとうございます。